皆さん、おはようございます。おはようございます。僕たちは DIY したハイエース、スイちゃんともに、キャンプや車中泊をしながら日本一周をしている夫婦です。現在、北海道におります。本日は4日目です。本日の旅のしおりはこちらです。現在いるのが、流氷街道網走です。で、その後に道の駅に2カ所立ち寄ってから、カニの爪オブジェに行きたいと思います。で、お昼休憩で門別糧食堂に寄りまして、その後、宝津流氷価格センターとか、ここら周辺を散策したいと思います。で、本日は道の駅上湯別温泉チューリップという道の駅で温泉に入って、ここで車中泊をします。本日の日程は以上です。最後まで見ていただけたら嬉しいです。今回もよろしくお願いします。流氷が見られるのかもしれませんね、冬は。そうだね、冬はね。わからないけど、地元の人しか。おー、一度流れてくる。大津区海側なので、多分そうだと思う。それでは9時40分、道の駅流氷ガイド網走を出発します。途中まで網の運転で行きます。昨日、りょうくん頑張ってくれたから、今日は半分こね。半分こ。半分こ。何でも半分こだよ。いきなり逆側に行くと。あら、間違ってしまった。いきなり逆行くと。今日は朝からすごく暑くて、昨日の夜も暑かったんだけど、すでに今29度なんだけど、体感結構もっと暑い感じがする。風があんま吹いてないのと、風吹いててもあんまり涼しくなかったんだよね。網走駅のことが網走監獄に書いてあって、網走駅から監獄を出た人たちが社会復帰に出ていく駅になっているっていうこともあって、そのまっすぐ生きていてほしいっていう意味もあって、あえてその縦文字にしてるってことで、横文字が普通なんだけど、網走駅は縦文字で表記がされてるっていうのはそういう意味があるっていうふうに昨日読みました。ちょっと知識として入れていらっしゃいますね。今アウトプットしたからもう一生言えるよ。ちっちゃいことでやったら、網走駅ってねって説明できる。ちっちゃい心から話したらどうでもいい、ね。やってまいりました、ご当地地名クイズ、はい。現在北海道の北見市にいるんですけれども、その何々町のところになります。常ジョージの城に何とかマロとかのロ。さあこれで何て読むでしょう。読めんと思う。私もわからん。まあ、絶対読めないやつ。多分読めたらすごい。ところ。ところ。いや。おお、ドゥドゥドゥーン。じゃあなんで思って言うね。なんかちょっと期待させない。はい。何ですよ。1000万円獲得。え？パン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 。どっち？トゥドゥドゥンっつったよね。トゥドゥドゥンはだってちゃんとファイナルアンサーでクイズミリオネアの確実にちゃんとトゥドゥドゥンが入るぞよ。ああ、トゥドゥドゥンは俺間違った時かと思ってた。違うよ。え、正解？正解よ。すごい、初や。おー、1000万円獲得しました。ありがとうございます。ところでよかったかな。そう、よく読めたね。あれ、とこって読むっけ？いや、普通は読まないけど、なんかそうやって読むときあるよね。すごいじゃない。ご参加ありがとうございました。もう予算オーバーになってしまったので、これで最後になるかもしれません。10時43分道の駅サロマ湖に到着しました。10時53分、ここからは夫寮生が運転を務めさせていただきます。君のサロマの街、このテーマソングみたいなのがあって、君のサロマの街、サロマの街、サロマの街って何や、サロマの街言ってませんから。アイランド湯別に着きました。なんか道の駅遊園地、遊園地があるね。すげえ。おお。遊園地だ。かわいい遊園地。ね、ちっちゃい遊園地。うん。スタンプだけ押していきます。はい。
手が入る。11時11分、道の駅アイのアイランド。道の駅アイランド湯別だ。湯別を出ます。子供連れの方はここに連れてきた時には、子供が絶対行きたい行きたいっていうパターンだとは思う。自分たちがそうだったよね。ここ連れてきたことあるとかいう人多そうだね。今からカニの爪オブジェまで39分39キロ走るそうなので、僕が頑張っていきます。頑張ってくだされ。しました。12時2分です。カニのオブジェ、これ1982年に作られたやつらしい。めっちゃ前じゃない。会場で最初は展示されていましたが、すごい。15年か。面白い。海の上に浮かんだのこれ。そういうことらしい。面白いじゃんそれ。この写真上、表情いっぱいいっぱい。あ、本当だ、氷の上だ。流れてるから。面白いのに。でそれが終わった後はここに移動したんだ、すっげえ。結構リアルだね。ねえ、分かった、いいこと考えた。大変だけどちょっとずつずれてたらいいんじゃないの。今日食べに行きます。楽しかったオブジェ。写真スポットっていうことで。20分、二の爪オブジェを出まして、一旦お昼ご飯に行きます。この周辺にも道の駅もありますし、流氷センターもあるので、また後でこちらには戻ってきます。じゃあもうお互い多分ずっと食べてないカニを食べに行きます。どうしたのか、目がもうプル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 ってしてたけど。いや実際カニ食べたのいつ最後って感じ。分からん。もう大学1年生ぐらい。早く行こうや。いや。早く行こうや。いや。ズワイホタテ丼とズワイイカ丼、ズワイ爪フライを注文します。ズワイ尽くし。いきます。カニいっぱい入ってるよ。あ、入ってるね、ほんと。爪も入ってる、つみれと。そうだね、爪も入ってる。優しい出汁が出てる。うん、カニさん、そのまま食べよう。そのまま食べようか。うわー、贅沢を取れ。爪食べようかな。じゃんけんしようね。もちろん大きい方選ぶやん。うん、最初はグー、じゃんけんぽい。なんでねえ、なんで。いただきます。わあ、ちっちゃい。うん、麺がふっくらしてる。うん、うまい。うま、柔らかい、ふっくらしてる。ほんとほろってほぐれる。うん、食べたかったよ、ずっと。見てみたいなって思ってた。ねえ、食べれてよかった。北海道でその海鮮はもちろん美味しいんだけど、場所によってその産物が違う。それぞれの新鮮なものをその場所で食べれるのがなんかまた楽しい。その全体的にこれですよじゃなくて、そうだね、もう中のここはこれみたいな。イカとホタテはシェア。1時4分、紋別漁師食堂出ます。ガソリン補給と空気圧の方を見ましたが、意外と膨張してました。逆に暑いからね。うん、暑くなってきたからだなと思ったけど、小田石油安く入れられるところはすごくいいんですが、今までクレジットで入れてたから現金を一旦プリカに入れると、下ろした分の現金がすぐなくなっちゃうっていう問題はあります、ね、基本クレジットカードとかで払ってるから、急に、ね、現金払いなどはなくなっちゃう。それでは13時34分到着しました。しっかりね、海の生物を、生物いるか、
勉強して目を覚ましましょう。眠くなるお時間になりますね。ご飯食べてから眠くなります。薄い流氷科学センターの50円引きだって。あ、そうやっちゃう、うん、嬉しい。やった。展示室だけだったら450円なんだけど、あのドームシアターも入れると750円で、あのスタンプラリーのブックを見せたら50円引き、それぞれ50円引きずつです。1400円で入れます。え、釣れてる。あ、釣れた。え、なに。じゃあ、では、はい、カラフトマス、ホタテ、クリオネ、クリオネ、油のごく薄い膜に光が当たってき、膜の表面で反射した光と、膜の裏、裏面側まで進んで反射した光との干渉で起こります。シャボン玉、虹色なんだよ、多分見えてる、ほら見えてる、見えてる。はじける。かわいい。ちっちゃいね。めっちゃかわいいよ。わやん。ね、泳いでるよ、ちゃんと。これずっと見ててもいいやつやね。かわいい。砂地に触ろう。お城体験もできるね、これ。がいっぱいだ。クリオネがめっちゃかわいい。クリオネだよ。ひどい。これ。クリオネかわいいってさっき言ってたじゃん。このクリオネ怖い。なんか。流氷の海をさ、こんな船で観光できるのめっちゃすごいね。ドリル的な感じのネタ、ね、うん、冬にしか味わえない観光の仕方があるってこと。ないと、あの分厚い氷をかき分けていくわけ、ね、こんなでっかいんだよ。すごいね。マイナス20度だからね。マイナス20度だから、ね、ちゃんとダウンが置いてあるんだ。半袖で行ったらやばい。行ってみたら。ちょっと入ってみて無理だったらもうさすがに出る。じゃあ行ってみるか。いらっしゃい。あ、これやばい。もうやばい。あ、やばい。行ってみて。ここでやばいけど。ここで行く。これ絶対で行ける？すげえ寒い。え、こんな中で生活する方がいるんですか。待って、これ下結構長いわ。上来てくるさすが。マイナス20度ってこの世界で。あ、寒いよ。うわ、待って、これやばい。めっちゃ寒い。こっちが足りたい。優しく叩いてね。早く優しく叩いて。叫びだよ、叫び。ミソラソ、ミソラソ、ミソドド、ララソミドレミ、ミソラソ、ミソドド、ソミレミドレミレソララソラド。それを冷凍庫に入れてるのと一緒よりも低いのか。パイナポーがやばい。パリパリや。他のやつもカチカチ。腐ってない。
これ剥製なんだって北極グマ。その種が、捕獲場所がアメリカってなって300キロあるんだって。300キロ、わあ白い木やばい。クマの首が長くなってるのはこの氷山とかを泳ぐために、頭がちっちゃくて首が長いんだって。へえー、そうなの。あー行きたくない、寒すぎる、どうしよう、耳が痛い、耳痛い。オンデンザメだって、すごい。うわー、すごい、隣の島で150年かかるんですよ。マジ150年。見て見て、すごいのがいるよ、こいのぼり。なんでここにいるなぜここに置いたの。クリお姉ちゃんも、クリお姉ちゃん、あー、かわいかった、クリお姉ちゃん。寒い。あったき。あれ耳がやばい。顔が詰まる。思ったことか。水がかかる。シャボン玉体験とおしぼり体験します。一回戻ります。一回戻ります。寒い。もう耳がやばい。だからパンって下に降りて、うわーってやって。危なくないようにゆっくりと楽しそう。あれ、あ、凍ってきた、凍ってきたよ、ほら、もう、あ、パリパリになってるパリパリ、すげえ。パリパリ、初めて経験した、これ。さあ、今日は天気がいいから洗濯物ばっかね、はぁーってなるよね。そったやついないから。どうぞ。さあ、シャボン玉いきます。お、上手。わあ、面白い、下に落ちてるのが割れてない。ほんとよ、転がってる、転がってるね。いや、面白い、面白い、こんな現象になるんだ。よし、帰ろう、帰ろう、寒い。もう、おしぼりもカチンコチン。おしぼりで拭かして。いいよ、はい。あ、拭けない。流氷の世界から出た我々の目の前に広がるのはなんと雨の世界。がっつり降ってるな。めっちゃがっつり降ってる。走んない、走っていくしかないね。めっちゃ降ってる。頑張れ。ただいまの時間3時8分です。前によってからの道の駅なんですけど、道の駅上湯別温泉です。スイミング良かったね。でもちゃんとカニのオブジェでも写真撮れたし、先に来とってよかったよかった、よかった。何来るとは。温泉今日はゆっくり入ろうと思います。久々の雨ですね。久々の雨だね。ここ最近なんとか持ってくれて、こんなに降ったのが久々って感じだ。左です。左に曲がれば道の駅ですが、先に買い物しますので、すぐそばの、めっちゃすぐそばじゃん。目的地は左側です。お疲れ様でした。シティーマートというスーパーにおります。ご飯の買い出しです。何食べようかな。3時57分、本日お世話になります。道の駅に着きました。上湯別温泉チューリップの湯です。今までで一番早い到着じゃないでしょうか。早いですね。最終目的地、温泉の前は水分補給をしましょう。はい、はい。なんて気持ちよいなの。知らない。本日は箱はもう捨ててきちゃったから、麻婆豆腐いきたいと思います。あとは、お
こにお湯を入れるだけのわかめスープ。今日は麻婆豆腐丼にしたいと思います。温泉には入ってきたので7時過ぎですもん。今日はちょっと暑いからネットにしてカーテン閉めてるような状況です、うん、向こうがちょうどね芝があるから、はい、暑いね今日も。今日も暑いね、28度か。28度ある。いただきます。麻婆豆腐大好きなんだよね俺、昔から。切るまでが超早かったね。うん、うまいっす。豆腐たっぷりだ。辛いやつだから美味しい。久しぶり、うん、こんな辛い。この温泉はサウナがリニューアルオープンされてたんですけど、じゃあ新しかったし、オートロールサウナが6分おきに放流が出ててすごかったです。温泉はねすごくトロトロしていて、うん、この泉質好きだった。ジャグジーもあって宇宙も広いのあって露天もあって、うん、外に水と風呂と露天があって、うん、すごい良かった。550円だし、そんな高くないし。そうそうそう、道の駅の温泉なのにすごく良かったです、ね、この温泉の目の前にすごい綺麗にされた芝もあって、遊んだりとかもしやすそうだよ。運動が、ね、うん、散歩とかね、うん、ここでトレーニングを2人でしてお家に入りました。いつも余ったご飯はラップにくるむか、こうやって混ぜ込みご飯にしといて朝ご飯にすることが多いです。ごちそうさまでした。今日は時間に余裕がありますので、片付けをしたらコーヒータイムが挟まります。では今日の振り返りをしていきたいと思います。今日は割と早くプランが終わったんですけど、うん、いかがだったでしょうか。景色をたくさん最近見られてたからそれはそれで楽しかったけど、うん、久々にゆったり観光したって感じで。ああ確かにそれは言えてる、うん、こういう日も大事だなって思いましたね。うんうん、割とゆっくりめなプランでゆっくり楽しむのもいいかなと思って、うん、流氷科学センター、うん、そこでね、いろんな流氷に関することを学んで、まあ、冬の北海道も一度は来てみたいなっていうふうにさらに思ったかな。やっぱ流氷が海に浮かんでる姿っていうのは見れないので。北海道っていうか、まあ、この辺だけだよね。そう、北海道のここら辺でも、北海道のさ、その道東の方には空港が確か2つぐらいあるじゃん、うん、でも直でここに来てそういう流氷を見てとかっていうこともいいなとか思いながら、あのシアターとか見ながら思ってたかな。やっぱりお目当てのカニも食べられたし、うん、満足だったなと思いました。贅沢しましたね、うん、カニは。網走紋別の方は思った以上に街な場所ではないんだな、静かなところだなっていう風に今回来てイメージと違ったから正直言って。ああそうだね、確かに。いよいよ明日で道東編最終日になります。明日は天気がちょっと崩れる予定ではあるんですけど、また今日みたいにゆっくりプランで行こうかなと思ってるので、うんうん、最後にグルメだったりとか、まあ、そこならではの観光地みたいなところに行けたらいいかなと思ってます。私たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。ゴールデンカムイをこの後見ます。